はい、こんばんは、竹下敦です。今日ご紹介するのはね、こちら、ヤマハの G150D です。1970年のモデルですね。もう50年以上、作られてから立っているギターです。大変ね、よくできたギターです。曲はね、禁じられた遊びの前半部分を弾いてみたいと思います。当時のね、材料っていうのはやっぱり今より、木が良かったんでしょうね。とてもね、豊かな響きがします。で、弾きやすいか弾きにくいかっていうと、実のところすっごく弾きにくいです。はい、弾くの難しいギターです。まあ、それ様々な理由があるんですけど、あまり僕の手には合っていない。オルフェイスバレーギターズの方はね、ネックが太いんですね。僕手が小さいんですけど、太いネックの方が、こう入った時にね、弾きやすいんです。まあ、こう持った時に力が入れやすいんですね。で、僕が最初に手にしたのは、日本のね、高峰さんというギター工房の、ギターだったんですが、それがやはりちょっとネックが太めで、僕が最初にギターを弾いたのは3歳の時だったんで、まあ、相対的にね、まあ、3歳って手小さいじゃないですか。その小さい手で、レギュラースケールのね、ギターを弾いてたんで、まあ、相対的にすごく大きいギターを弾いていた感覚なんですよ。なので今でも、ネックは太ければ太いほど、弾きやすいです。幅も広い方がね、なので、ギブソンはすごく弾きやすいですし、オルフェイスバレーギターズも、ネックは太いですし、幅がちょっと広いんじゃないかと思うんですね。正確に測ってないですが、このギターはね、すごく弾くのが難しいんですが、今の時期はね、正直言ってあまり音色としてはね、いい音はならないんですけどね、梅雨時ね、湿気が高い時にはね、本当にいい音がするんですよ。逆にオルフェイスバレーギターズは梅雨時になるとね、ちょっとやっぱ湿気が入ってしまうとね、いまいちこうきらびやかな音が鳴らないんですね。ところがこちらのヤマハはね、湿度が高い時にも、まあ、安定した音が出ますね。なので大事にね、まあ、これから先ちょっと、まあ、梅雨までは長いですけど、大切にね、保管して、丁寧にメンテナンスしていきたいと思います。本日ね、ご紹介したのはこちら、1970年製の、ヤマハ、G150D でした。とっても気に入ってます。とても大切にしているギターです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time です。